ハギちゃんチャンネル始まるよ。チャンネル登録よろしくね。ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。はいどうも。ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。さあということでございまして、今日はですね TA クリニック、あのラファさんのね、あの撮影でお世話になった TA クリニックの、マリエ先生ね、あの綺麗なマリエ先生に、まあ、僕が美容好きで、あのマリエ先生にね美容の話とかを相談したりしてると、よかったら今度ダーマペンっていうのがあるっていうのをお聞きして、なんか顔面を針でザバ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 って刺して毛穴をなんかブワッと傷つけることによって、その回復力、毛穴がすごい綺麗になるみたいな、誰が何を気にしたお前はお姉かみたいなのよく言われるんですけども、あの僕はすごい美容好きなんで、そのダーマペンっていうのを今日は体験したいと思います。はい、こんな感じですね。今お肌の状態見えるかな、無理か、まあなんか写真とか撮って、はい、やります。写真とか撮って載せるようにします。というわけで TA クリニックさんに今日は行ってみたいと思います。ハギちゃんチャンネル。はいどうも、ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。はい、やってくれマリエ先生でございます。はい、こんにちは。ありがとうございます。自己紹介をよろしいですか。はい、新宿 TA クリニック副院長の山田マリエと申します。よろしくお願いします。完璧。今日はあの前ね一度試させていただいたんですけど、プラスアルファですか、うん。ちょっと太りすぎてるんで、脂肪をなんかあんまりよく分かってないんですけど。はいはい、プラスアルファって、はい、いいですか。脂肪を冷却して冷凍してその脂肪を殺してしまうような。なるほど。はい、まあ言うてみたら簡単にチートでダイエットできるみたいな感じですか、ね。そうですそうです。お腹に当てたり、はい、足、二の腕、いろんなところでできるんですけど。部分的に痩せたりできるんですね。そうですそうです。あとなんかさっき聞いたのがあのダーマペンですか。はい。ちょっとそれがね怖いんですよ。流行ってますけどね。なんかあのすごい綺麗になるんですよね。そうですそうです。ニキビの跡とかそういうのがなくなったりとか、はい、これって僕みたいな言うてもまだわりかし綺麗な方ですね。そうですね。ハギちゃんはもともとお肌綺麗なんですけど、毛穴ですね、目立つところがあるので、はい、毛穴ですとかニキビ跡のクレーターの治療として行ってる、顔中に針を刺して、ほら怖いもんね。結構多分血だらけになるんですけど。いや大丈夫なんですかそれは。終わった後にその逆にクレーターできすぎてすごいことになりますね。そんな太い針じゃないので、あ細い針で、はい、細い針で穴を開けて、はい、その刺激でコラーゲンをわーっと作ってあげて、このクレーターとかへこんでる部分、毛穴の部分ですか、そういうところを引き上げていってあげて、綺麗なつるんとしたお肌にしていく治療です。なんか再生回復みたいなんで。そうですそうです、はい、で痛くないですか、はい、それ痛くないように麻酔をします。なるほど、よかった、はい、痛み嫌いなんですよ。そうですよね。なんかあの白い仮面の人いるじゃないですか、ラファエルっていうね、まあ、ほとんど知らないと思うんですけど。いや知ってる。ほとんど知らないですよ。吉本の社員とかも誰も知らなかったんで。いやその人にね、一回の野菜とかでしばかれたりとかしてるんですけど、うん、絶対僕が叩いて、これアングルとことがあるから、怪我とかも分かんない。ハギちゃんのごめん、アングルでいきますよ。うわ、怖い。それよりかは痛くないかなと。それと同じぐらいですか、ね。やっとりやっと終わりました。はい。はい。麻酔しましょう。麻酔。ダーマペン、中心麻酔。ダーマペンして、はい、綺麗になって、もっとモテるようにしましょう。出ます？綺麗になったら。いや、やっぱ肌ってね、大事ですよね。うん。大事だと思いますよ。もう言葉なくなってる。大事ですよ、ね、以外の言葉が。モテる以外って僕、もっと他のことあるような気するんですよ。いや、面白いし。ああ、ありがとうございます。綺麗だったらもっとモテると思います。うわ、嬉しい、頑張りましょう。じゃあ、今日はクラッツアルファとダーマペンですかね。そうですね、あと、はい、もしあれだったら点滴もしますか。点滴、アンチエイジングと代謝をちょっと良くしてあげて痩せやすくするような点滴、あとビタミンを入れて美容点滴みたいな。そうです、美容点滴一緒にできちゃうのでやりましょうか。最高ですね、もう完全にこれ何もしないと僕のことお姉やと思う。お姉です、ね、お姉じゃない、めちゃくちゃ女好きですよ。聞いちゃうぐらい。聞いちゃう、危ない、危ないです、あんまり近寄ってくると先生も危ないですから、はい、いや、はい、じゃない。じゃあちょっとよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ハギちゃんチャンネル。これ何なんですか。あ、ブルーバッド。いやちょっと皮膚保護します。恥ずかしい。親に見られたくない。この YouTube だけは親に見られたくないぞ。じゃあつけてきます。はい、おあ、いやいや、吸引されてきます。痛い。あ、でも
あ、慣れると10分ぐらい痛いんですけど、10分経つと麻痺して痛くなくなります。なんかね、そんな、あ、うかあ、ちょっと、すごい吸い付いてる。反対もつけますね。はい、すごい機械これ。いきますね。はい、すごい。あ、冷たくなってきた。そうです、冷たくなります。脂肪細胞今殺してます。冷却して殺すってことですね。そうです、およそ 19% ぐらい脂肪細胞が。 19% 最大で 19% ってことですか。そうです。これってやっぱじゃあ太ってる人の方が効果あるって感じですか。あと太ってる人じゃないと吸えなくて、痩せてる人だとこれがもうパカパカ取れちゃうんですよね、吸引できなくて。うわ、もうすごい今食いついてる。もうやりがいある、簡単でしたね、入るのが、はい、痩せてる方は難しいんですけど。そんなん言われたら照れちゃいますね。でもなんか気持ちいいですね、冷たくて。あ、もう気持ちくな、気持ちいい気持ちに達しました。なんか全然そんなにきつくはないです、ね、すごいです。ちょっと脂肪がある方の方が痛くないらしいです。あ、なんかそれ聞くとすごい恥ずかしいな。あんま胸を押さえてるの恥ずかしいですね、本当に。胸みたい、あの、もう出てないんで押さえなくても大丈夫ですよ。癖なんですよ。癖なんですね。あとはこの時間に顔の麻酔もしといちゃいましょう。なるほど。ほんまこのメガネとか外してこれやと、ほんま好きの一個さんって言われるんですよ、きついですよ。僕お姉じゃないですよ、めちゃめちゃ好きなんですよ、女性。でも僕のことを好いてくれる女性が誰もいないですよ。まあクラウツアルファして、ダーマペンして綺麗になって、またいい子作るんで。ハギちゃんチャンネル。マッセンよりもちょっと冷たいです。これが麻酔なんですか。クリームのマッセンになってます。そう、気持ちいい。あ、いいですね。あれ、何も喋ってくれなくなった。ちょっと反対側。え、どういうことですか。反対側も寝ますね。ちょっと怖かったんですけど、今急に。塗るのに集中してます。あ、すいません、ごめんなさい、仕事に邪魔して。これヒゲとか生えてても大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。怖いな、ダーマペン。ちょっと怖くなってきたな。麻酔すればね、大丈夫です。大丈夫ですか。麻酔したらそんなに痛くはないかと思います。でも結構人気の施術ですよね、ダーマペン。そうですよ、毛穴とかいろんなところで実は聞いてて。あ、そうですよね。気にはなってたんですよ。 YouTuber さんも結構やってらっしゃいますね。あ、そうなんですね、はい、それこそラファさんもダーマペン、え、いいっすねみたいになってました。この人も忙しいから、塩仮面ちゃん。このこと愛人やと思ってますからね、ほんまに。毎日なんかご飯ね。そうなんですよ、ダイエットしてるのに。ダイエットするって言ってからね、やたらご飯連れて行くようになったんですよ、さらに。クラツやってる意味ないんでやめてもらっていいですか。クラツ対ラファエルですよ。真っ白になってラファさんみたいになってますけど。うわー、最悪や。真っ白ですよ。恥ずかしい。かわいい、かわいいね。笑ってますね。かわいいです。ちょっと鼻下塗ります。はい、ちょっと伸ばしてください。鼻の下伸ばすは得意ですからね。はい、しっかり伸びてます。じゃあ上からパック当てますね。あ、この上からパックで。お腹の痛み大丈夫ですか。グッと締め付けられてる感じのきつさはあるんですけど、なんかそんなに言うほどきつくはないですね、うん、あー、パック好き。でもこれ麻酔のパックじゃない。あー、そうなんか美容成分入ってないです。うわー、僕いつもパックしてるんですよ。ラファさんの誰でも簡単激安ラファエル。可愛い看護師さん見たいから。はい、可愛い。すごい嫌がられた、きつい。精神病む。あ、病みそう。ん？何？寝させてくれるもん。おやすみなさい。おやすみなさい。絵本読んで。歌うとて。ハギちゃんチャンネル。おはようございます。はい。今もう終わりましたので。ああ。はい。寝ちゃってました。すみません。機械取りますね。はい。はい。ああ。まあすごいエイリアみたいな。これ本当麻痺してる感じですね。冷たい感じありますね。はい、お腹が全然。気持ちよかったですか。全然、本当に普通に寝てました。本当です。痛みなかったですか。全然なかったです。お疲れ様でした。はい、この後マッサージしていきますね。はい、はい、これはどう言われるんですか、マッサージするのは。ですね、凍らせた脂肪細胞をマッサージをすることによって破壊する感じになります。はい、はい、ちょっと痛みが出ます。頑張ってくださいね。マッサージは痛いんですか。ちょっと痛みあるかもしれないです。怖い、優しくしてください。失礼します。はい、大丈夫ですか。くすぐったいですか。なんか笑っちゃう、なんかやだ。痛いっていうよりくすぐったい。なんか変な感じですね。あ、でもなんか麻痺してる感じですね。あ、本当ですか。自分のお腹じゃないみたい。冷たいです。そんな痛くないですか。本当ですか、よかったです。結構痛がられる方とかいるんですか。そうですね、結構痛がられる方が。脂肪が多いからかな。それはちょっとあるかもしれない。恥ずかしい。ほんまに全然どうしよう、痛くない。大丈夫です、くすぐったい。全然くすぐったいぐらいです、なんか。山田先生とかも悶絶でした。え、山田先生痩せてらっしゃるから、もともとがちょっとお腹出すぎてるんですね。ということはこれで痩せると思うので、ね、はい、
ごめんなさい、この笑うの許してください。ちょっとずっと食って笑っちゃうだけなんで、変な意図はないんでちょっと笑っちゃうのは気色悪いですけど、自分でも分かってるんです、気色悪いのは。全然大丈夫です。すいません、ごめんなさいね。僕はこんな人間なんです、許してください。もうええて。それでは聞いてください、100年越しの I love you。ごめんなさい、何これ。イエイエ、ハギちゃん誰ですか、あなた。ちょっとワン、ツー、スリー、フォー、ハギちゃん。ファイブやで、何ワン、ツー、スリー、フォー、ハギちゃんで。イエイエ、ハギちゃん。イエイエ、誰ですか、あなた。チェックザ、ハギちゃんチャンネル。何をチェック、かっこいいの入ってきたな。何これ、ハギちゃん言うな。イエイ、ハギちゃん。イエイ、ハギちゃん、ちょ、ファンファンファン、かっこいいね。ガム、ハギちゃん。どこ行ったらええねん、ガム、ハギちゃんって。レッツダンス、ハギちゃん。なんで踊らなあかんねん。イエイエ、ハギちゃん。それやめろ、イエイエ言うの。ワン、ツー、スリー、フォー、ハギちゃん。ファイブや言うてんねん。それやめろ、ワン、ツー、スリー、フォー。イエイエ、ハギちゃん。何やねんこれ。おい、チェックザ、ハギちゃんチャンネル。何言うやん、かっこええねんこれ。おハギちゃん。違う、ちゃうねん、ちゃうねん、ハギちゃん。ラブソング歌いたいな。何よ、カモ、ハギちゃん。どこ行ったよ、もう。踊ったらええかも。いや、終わったやないか、これ。もうええて。